はい、どうもー、まあ、色なじみゆうご .tv でーす。蚊に食われまくって足が痒くてたまりません。はい、ということでちょっと足の痒さと手の痒さを我慢しつつ、今日も人生に役立つ情報を読み上げていきたいと思います。僕も初めて読む文章なので、同時に共に学べていけたらだと思います。ということで、本日のお題は、最近何も失敗がない人は何もやってない人。こちらのお題を今から読んでいきたいと思います。失敗したり落ち込んだりしているうちは青春です。失敗があるということは挑戦をしているということです。挑戦したからこそ失敗をすることができます。失敗をする量というのは挑戦をどのくらいしているかでわかるのです。最近何も失敗することがなく、落ち込むこともなくなったというのは一見喜ばしいことのように思えます。しかし実は何もやっていないから失敗することもないだけです。何もやっていないから何も失敗しなくなったのです。新しいことに挑戦せず、現状に満足し、向上も成長も求めてない人は、挑戦をすることもしなければ失敗もありません。私はあまり失敗をしませんという人は、挑戦をやめて成長が止まっている人なのです。成長をしなくなったからには、もうあとは下り坂しかありません。心の老化をたどっていくしかないのです。時々失敗ばかりをして悩んでいる人がいます。本人はとても残念そうにしていますが、私はそれをあまり悪いことだとは思っていません。むしろ、おや、頑張っているなと感心してしまうほどです。きちんと挑戦したから失敗できているんだなと思います。逆に最近何も面白いことがないと言っている人の方が心配でなりません。何も挑戦していないから何も起こらない日常になってしまっているのです。何も起こらない平凡な毎日から赤信号なのです。今日の格言、たくさん挑戦してたくさん失敗をする。なるほど、これは間違いないんじゃないですかね。失敗は成功のもと。失敗したから次にまた同じ繰り返しをしないで済む成功への近道。失敗は挑戦している証拠。挑戦をしていないから失敗をしない。すいません、同じことを何度も繰り返し言ってるだけでした。本当にいろいろ挑戦していきたいと思います。何事にも。でも、できれば自分の興味があることを。はい、ということで本日はこの辺で失礼します。ご覧いただきましてありがとうございました。ドロン。